はいどうも皆さんこんにちは、スターディーの河野玄斗です。早速ですけど皆さん、この0の0乗の値何だと思いますか？0でしょうか、1でしょうか、はたまた全く違う何かなのか。まあこのね、0の0乗非常にシンプルな、ね、形をしてるんですけれども、実は掘り下げていくとかなり奥が深いんですね。ということで今回この0の0乗の値が何なのかについて、難しい数式を一切使わずにいろんな角度から説明していこうと思います。それでは初めに0の0乗の値について、よくね、言われてる値っていうのが2つあるんですけど、それが0と1なんですね。この0波と1波それぞれね、理由についてさらっと見ていきましょう。まず0波から。0の2乗ってね、何の値かというと0だよね。0の3乗は、まあ、当然0と、まあこんな感じで、0の a 乗っていうのは一般に0になるんだから、当然0の0乗も0だよねと。これが0派の人。一方で1派の人は、2の0乗っていうのは、まあ0乗は1ですよね。定義されてますね。3の0乗はって言われたら1と。まあ一般に a の0乗は1なんだから、0の0乗も当然1だよねと。まあこれどっちも一見正しそうですよね。この意見もこの意見もどっちも正しいということは、0でも1でも良さそうなわけなんですけど、これもう結論から言います。0の0乗の値は0とは考えません。定義できるとしたら1、これが結論なんですよ。0の0乗は定義するとしたら1になりますよと。まあこのね、説明からわかると思うんですけど、定義できないっていう考え方もあるんですね。定義できないだけど定義するとしたら1だよねと。これが結論。じゃあその理由についてね、順番を追って説明していきます。まずこの0波について何がおかしいのかっていうところなんですけど、0の何とか乗が0っていうのがなぜかというと、まあ0の1乗イコール0、こっから出発してあげて、0の2乗っていうのはこの0の1乗に0をかけてあげたものですね。だから当然0。で、0の3乗はさらに0をかけたものと。まあ、こんな感じで繰り返されていくわけだから、まあ、0の a 乗っていうのは当然、ね、0をたくさんかけていくわけだから0ですよと。こういう理屈なわけじゃないですか。じゃあ、0の0乗はどういうふうに定義したらいいのと。まあ、これ x というふうに置いてあげた場合、x が何に、ね、なればいいのかっていう話なわけだけど、イメージとしては、出発点ね、0の1乗の出発を遡らせる、出発点を後ろに戻すっていう風に考えることができますよね。ちなみになんですけど、0の0乗のさらにね、むしろの0のマイナス1乗っていうのは0分の1、まあ、要は、割る0っていうのを考えなきゃいけなくて、0で割ることはできないですよね。まあそれはまた別の動画で話してるので、そちらを参照してほしいんですけど、0で割ることはできないから、0のマイナス乗っていうのは絶対に考えることができないんですね。なので、まあ、0の1乗イコール0っていう出発点を戻したわけなんだけど、一番戻したところがこの0の0乗と。これ以上出発点を後ろにずらすことはできないよっていう前提のもとを考えてみてください。そうすると、まあ、この0の0乗イコール x っていうところから出発して、まあ、0、0、0、0って続いていくわけなんだけど、この理屈でいくと、まあ、ここがね、0の0乗に0倍して次の0の1乗が来るわけですよね。すると x に0をかけて0になるような x、 これって何があるのって聞かれたら、0はもちろん成り立つけど、0以外も全部成り立っちゃいますよね。 5×0 も 10×0 も、まあ、マイナスルート98とかも0になるしね、絶対0になるわけですよ。ということでこの理屈でいくと x っていうのは何でもありと、こういう結論に至ってしまうわけですよね。まあなので、0の a 乗は0だから0の0乗イコール0でしょうっていうのは、まあ理屈がね、0の a 乗の場合と0の0乗の場合は違うよっていう話。だから定義できないわけですね。で、これとね、全く同じ理由で0の0乗イコール1派の方も否定できちゃうんですよね。なぜ、なんとかの0乗が1になるかって言われると、このね、a の1乗、a の2乗、a の3乗っていう列に対して、まあ、a 倍、a 倍されていくよと。まあ、こういうことなので、じゃあ、a の0乗っていうのを考えるとしたら、ね、どういう値だったらいいのって言ったら、
じゃあこのね、流れに沿って、A 倍したら A の1乗になるような、まあ値をね、ここの A の0乗として定義してあげればいいよねと。まあそういう話になるわけで、まあ当然これは A 割る A で1と。1と定義した方が都合いいよねっていうことで A の0乗イコール1とされてるわけなんですけど、この理屈、さっき A 割る A だから1って言ったんですけど、これね、A が0の場合については、この理屈って成り立たないんですよね。まあ割る0っていうのができないからっていうのと、まあ A の0乗、何かしらに A かけて A になるものっていうのは、まあさっきと一緒、0かけて0になるものっていうのは別に何でもありなわけだから、0の0乗に関してはこの理屈が成り立たないわけですよ。0の0乗イコール0派も1派もこの理屈ね、0の A 乗は0だからだったり A の0乗は1だから、だからといって0の0乗が0または1になるっていう理屈はね、通らないんですね。じゃあどういうふうに考えていけばいいのかっていう話なんですけど、視点としてはどう定義すると都合がいいのか、これをね、考えてあげて0の0乗の値を定めていきましょう。まあ基本的には定義できないわけなんだけど、ね、この理屈から。もし定義するとしたら、都合がいい、ね、どっちの方が我々にとって、まあいいのか、楽なのかっていう観点から決めていくべきなんですね。っていうのも今までね、数学で、まあいろんな世界を拡張してきたわけじゃないですか。その拡張するときのね、ポイントっていうのは、全部都合がいいようにね、拡張してきたわけですよね。っていうのもさっきの話も、0乗1っていうふうに考えた理由も、指数法則が成り立つように、まあ、都合よくなるように定義したわけですよね。他にも、例えば0の階乗が1っていうね、話もあるわけですけども、これも結局都合がいいように0の階乗の値を定義するなら、まあ1かなっていうふうに考えたわけで、常にね、人間の都合いいように定義していくっていうことは、まあ基本的な流れなわけですよ。だから0の0乗も勝手に都合がいいように決めてしまいたい。じゃあ何がね、都合いいのかっていう話なんですけど、いろんなね、角度から考えることができるんですね。まずは、まあよく言われてる一番簡単なね、考え方。A の B 乗っていうのは、掛け算の単位元1に A を B 回かけたものだと。まあこのね、単位元っていうのは、掛け算において一番基本的な値って考えてもらえればいいんですけど、まあその1に A を B 回かけたものですよと。だから、例えば、2の3乗っていうのは、1に2が3回かけられているもの。そう考えると、0の2乗っていうのは、1に0が2回かけられているし、じゃあ5の0乗っていうのは、1に5が0回かけられている。だから1だと。まあこういうふうに考えてあげると、じゃあ0の0乗はって言ったら、1に0を0回かけるから1そのものだよねと。こんな感じで、類乗のね、定義を単位元に A を B 回かけたものなんだ。っていう風に、まあ、一元的に捉えてあげることによって、0の0乗の値もそれに乗っ取れば1になるじゃんと。まあ、こういう風にね、考えることはできますね。まあ、このね、定義の方法は、まあ、あくまで一つの考え方なわけなんですけど、こうすればスッキリといくと。じゃあ続いて、集合の世界から0の0乗を考えてみるとどうなるのか。非常に簡単なモデルをね、今回紹介するんですけど、今、物が散らかってるとします。で、お母さんにね、言われて、まあ、ここね、箱の中にちゃんと片付けなさいと、この散らばってるものを片付ける方法が何通りあるのかっていうのを見ていきましょう。今回3つのものがね、散らばってるわけだけども、この1つ目のものをどの箱に入れるかで4通りありますよね。で、まあ、同様に2つ目のものについても3つ目のものについても4通りずつあるわけだから、結局、物の片付け方っていうのは、4の3乗通りあるよね。これに乗っ取ってあげると、今、M 個のものを、ね、散らばってますよと。それを親に言われて、まあ、箱に片付けなさい。その箱が N 箱あった場合、その片付け方のね、場合の数っていうのは N の M 乗通りあるわけですね。まあ、この考え方は A から B への、まあ、写像の個数っていうふうに言ったりもするんですけど、このね、考え方を使ってあげるとどうなるのか。例えば、今ね、A は何も散らばってなくて、B には箱が2つある。この時、片付け方は何通りあるの?っていうふうに言われたら、もうすでに片付いてるわけですね。ということで、
まあ、片付け方としては B のどっちの箱にも何も入れないっていう一通りなわけですよ。じゃあこれを先ほどの N の M 乗っていうね、書き方をするなら2の0乗っていう風になって、これは一通りだと、こういう風に考えることができる。一方で今物が2つ散らばってますよと、で箱がありません、じゃあその時の片付け方は何通りありますかって言われたら、これね、散らばってるわけだから、どう頑張っても片付けられないよね。片付けられないってことは、片付け方としては0通りだということがわかる。まあ、先ほどね、書き方に乗っとると、0の2乗っていう風になって、これは0通りという風に求めることができるわけです。じゃあ、本題のね、0の0乗はっていうものは、初めから物が転がってなくて、それでね、まあ、箱も1個もありませんと。じゃあその片付け方は何通りありますかっていう問題に、まあ、帰着できるわけなんだけど、何もしないっていうね、まあ、それが片付け方になるわけですよ。だから0の0乗は1通りと、だってもう片付いてるわけだから、こういうふうに見ることができるわけです。これが集合的なね、考え方、まあ、集合論のね話になってくるとかなりもっと複雑になってくるんですけど、簡単にモデリングするとしたら、まあ、こんな感じで求めることができるわけですね。こんな感じでね、0の0乗を考えることもできるんですけど、今度はね、視覚的に0の0乗の値を求めていきましょう。今、y イコール x の x 乗っていう関数を考えていきましょう。まあ、例えば、x の値が1の時は、y の値は1の1乗だから1だね。で、x が2の時は、y の値は2の2乗だから4。x が3の時は、y は3の3乗だから27と。まあ、こういうね、対応関係になってるわけなんだけど、今0の0乗っていうのはこの式において x イコール0の値でね、これを考えていきたい。じゃあこの値をね求めるために何をすればいいかっていうと、 y イコール x、 x 乗のグラフを書いてあげましょう。まあこれはね、数三の範囲が必要になるんですけど、まあこれは途中式はね省略します。まあ数三習ってる方はぜひ解いてみてください。y イコール x の x 乗のグラフっていうのを書いてあげると、こういう形になるんですね。まあ、このね、定義域、x の値として考えられるものは、x 大なり0なわけだけど、このグラフを見てあげると、x イコール0、定義するとしたら、ね、x イコール0の値を定義するなら、1っていうのが自然だなっていうふうに思いますね。このグラフの値を書いてあげれば、まあ、1にしたくなるのも当然というわけですね。まあ、こんな感じで y イコール x の x 乗のグラフを書いてあげれば一目瞭然なわけなんだけど、まあ、一個ね、落とし穴がね、一応この話にはあって、0の0乗。この指数のね、指数部分とこの下の底の部分って呼ばれる部分が、まあ、どちらも0なわけだけど、この x の x 乗って、まあ、この指数部分と底の部分を同じペースで小さくしていくと。それが前提になってますよね。同じペースで小さくしていった場合は1にね、まあ、限りなく近づく、収束するわけなんだけど、じゃあそのペースを変えたら1になるとは限らないんですね。なので0の0乗っていうのは、まあ、同じペースっていう前提が特にないので、まあ、必ずしもこのね値が1だから1にしなきゃいけない、もう確定っていうわけではないっていうことには注意しておきましょう。では最後に0の0乗イコール1、1とね、定義した方が都合がいいね。最後の理由なんですけど、それは、いろんな公式のまとまりが良くなるからと。公式のね、まとまりが良くなるんですね。例えば、二項定理っていう公式があるんですけど、まあ、わかんない方はわかんなくて大丈夫です。まあ、x プラス y の n 乗を展開したときに、まあ、こういう風にまとめられますよと。まあ、こういう公式があるんですけど、例えば、この y に、0を代入したとき。そうしたら、まあ、これ x たす0の n 乗で、x の n 乗になるはずですよね。で、この時に、この0の0乗を1っていう風に置いてあげないと、まあ、この式に y イコール0を代入しても、成り立たなくなっちゃうんですね。っていうのも、まあ、k イコール0っていうのをここに入れたいわけで、0の0乗っていうのが出てくるよと。まあ、その0の0乗を1にしないと違う答えになっちゃうと。まあそういう話があったりするんですね。他には、大学でね、まあ E の X 乗っていうものをテーラー展開するとこういう風になるんだよっていう話もあるんですけど、これについても X イコール0っ
ていうものを考えたときに、0の0乗イコール1って定義してあげないと、この式が成り立たなくなっちゃうんですね。まあなので、まあうまくね、いろんな公式のまとまりを良くするために、0の0乗っていうのがたまに出てくるから、それを1として定義してあげて、まあうまくね、式を表せるようにすると。こういう理屈で0の0乗はね、1にした方が、まあ都合がいいんですね。なので、まあ結論。0の0乗は定義するとしたら1という風になるわけです。いろんな角度から、まあ都合のいいように考えていくと、1にするのがいいわけですね。ちなみになんですけど、Google でね、0の0乗っていうのを打ち込んで検索すると、1っていう値を計算機が返してくれるんですよ。なので、まあ、このね、答え1っていうのは Google のお墨付きということで、まあ、0の0乗、皆さん1っていう風にぜひね、覚えてもらえたらいいかなと思います。まあ、今後もね、こういった面白い話たくさん取り扱っていこうと思うので、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてこういう動画撮ってしようっていうのをコメントに残してもらえると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。